美容院はそばでしょ。でもそば、うどんより最近そば派です、うん、前はうどんだったんですけど、なんかそばの方が美味しいって最近思って。冷麦が好きなんで。冷麦、何ですか冷麦。そうめんみたいだけど、そうめんよりちょっと太いぐらい。へえー、そうめん大好きです。夏めっちゃ食べる。冷麦しか食べない。へえー、食べてみます。おすすめ。いただきます。いただきます。今が一番幸せ。本当ですか、うん、食べてる間マジで幸せ。あ、そういう、うん、あ、準備でした。なんか年とかじゃなくてですか、うん、やばい、私わさび食べれないですよ。食べれるかな、いっちゃおう。あ、それはどっちか。なんか鼻で呼吸するといいらしいよ。花粉症なんて無理です。やば、やっぱ私無理だこれ。いけるって思ったんですけど。はい。ご飯もよろしくお願いします。え、もっと風が強くなっちゃってるんですけど、風に負けないように頑張ります。前半は結構風でパターやられちゃったんで、後半はパターちゃんと入るように頑張って、まあ、悪くても2オーバーぐらいで回れればいいなと思ってます。頑張りましょう。頑張りましょう。ご飯もお願いします。お願いします。風やませるの。風と仲良くします。後半は超寒い。あそこの2個、2個通したい。通るかな。やっちゃった。左から行きます。思ったより右行っちゃった。ナイス。一人でラウンドしてるときに何を考えるか、何を考えているか、独り言をしながらラウンドしていきたいと思います。では、はい、独り言、今はとりあえず後半一ホール目パー取れて安心してます。気を抜かずに
頑張ろうと思います。狙いはでも今フェード打つ練習してるんで、もともとドローだったんですけど、今月ぐらいからフェードのやってるんで、左目で狙っていきたいと思います。左目からフェードかかってほしいです。でもフォローだから飛ばしたいですね。23点ぐらいです。でもダメですね。次狙えないとこに置くの。ナイス。やばい、これも行き過ぎですよね、あそこから。変な見本見せて。いやでも風めっちゃこっちです。だよね。それでフェードを通ってと思ってるからね。それはね、散っちゃうんだよ。悲しいですね。でも次グリーンのとこだ。グリーン右なんで多分狙えないですね。とりあえず次いい感じに打てるところに行きたいな。一人ごとになんなかった。喋っちゃうんだけど、横にいると打てるとこがいいです。木の根元とかは絶対嫌だ。嫌だよね。絶対嫌だ。ここは絶対右打っちゃダメでした。今思います。ここまで来たら結構厳しくないですか。厳しい。いやここ来る人いたら絶対右打たない方がいいですよ。アドバイス。とりあえずどこにあるか分かんないんで、いっぱい持ってきます。とりあえずフェアウェイに出します。でも次もまた木が野蛮になりそうな感じがする。ボールわかんないけど、私のところやばい。あれか、木の真後ろ。あれは難しそう。そんな行くと思わなかった。103、100ぐらい。フェードの練習してる時にこのシチュエーション嫌ですよね。なんか絶対フェードを打っちゃいけない。残りは92ヤードのフォロー。悩む。距離的には52度なんですけど、フッティング、理想は右から吹く書きたいんですけど、あとピッチングです。ピッチングでこれ狙います。上手くないですか。でこれも95点ぐらいです。完璧。ダメでしたね、刻みが。打てました。だけどちょっと下りだから、ちゃんと注意してください。
は取れなかったな。本当にダメです。試合だったらもうダメですね。なんか風がそのすごい出ないですよ、うん。どうしたらいいの？ここから151。のアゲンストみたいな3パンチあげます。3パンチあげても届きません。5パンチでエッジですよ。150ヤード、やばくないですか？やっと理解です。このぐらいの風が3番手って感じです。パターでいっちゃうかな。ナイス。アゲンストの時ってパターからパターダメですね。あ、そうなの、難しかった。なんか風もあるもんね。だけどなんか強い、もう気づいたんだけど風強い時のパターめっちゃ苦手だと思う。でもパターってなんか風吹くとちょっと怖いですよね。怖い。